シキ様。シキ様、お目覚めの時間です。おはよう、翡翠。シキ様、ご気分が優れないのですか？いや、今朝は普通だよ。昨日の調子が良すぎただけだ。貧血気味なのはいつものことだから、気にしないでくれ。今朝もありがとう。起こしに来てくれて助かった。いえ、これが私の仕事ですから、シキ様にお言葉をいただくほどのことではありません。お礼を言うほどのことだよ。目覚まし時計の音なんかより何倍もあったかい。俺は眠りが深いらしくて、目覚ましじゃなかなか起きられないんだ。時間は7時ちょっとか。あんまり余裕はないな。着替えて顔を洗ったら食堂に行くから、先に行っていてくれ。関係のない話なのですが、就寝時間の後、私と姉さんは2時間おきに屋敷の見回りをいたします。午後9時は姉さんが、11時は私が、午前1時には姉さんが屋敷中の戸締まりをチェックしているのです。そうだったんだ。それ大変じゃないか。夜と朝だけでいいだろうに。決まりですから、どうかお気になさらないでください。その時の話ですが、仮に私が施錠を忘れた箇所があっても、午前1時には姉さんが見つけて施錠し直してしまうので。翡翠、俺が出て行ったことに気がついてたのか？いえ、決して咎めているのではなく。あ、いや違うんだ、怒ってないよ。でもそっか、翡翠は知ってたのか。だから勝手口の鍵閉められずにいたんだな。はい、鍵が開いていましたので、もしやと思い、勝手ながら四季様のお部屋の様子を拝見させていただきました。ありがとう。おかげで昨日は助かった。翡翠は全然悪くないよ。もともと夜中に出歩く俺に問題があるんだから。ああ、でも。アキハには俺から説明するよ。翡翠は何も知らないふりをしてくれればいい。な、何かな。僭越ながら、シキ様は全く反省していません。いや、はい。
失礼しました。訂正いたします。そのお顔を見るに四季様に改める気はないのですね。すまない、約束があって今夜も出かけることになる。けど誓って悪い遊びをしてるわけじゃない。あれはその、それは今夜だけなのでしょうか。どうかな、俺にもわからない。ただ長くは続かないと思う。では危険なことはないのですか。四季様がまた怪我を負って帰ってくるようなことは。ああ、それなら大丈夫。戦車みたいに強い奴が一緒だから何があっても怪我なんかしないよ。お話は分かりました。それでは私も四季様同様、昨夜と同じ業務を行わせていただきます。どうかお早いお帰りを。ありがとう、翡翠。おはよう、明葉。おはようございます、兄さん。健康な学生らしい余裕のある朝で何よりです。兄さんも何かお飲みになられますか。時間はまだあるでしょう。ああ、それじゃあ普通のお茶を一杯。普通などというお茶はないのですけどね。琥珀、兄さんにも一つ入れてあげて。チョイスはあなたに任せるわ。かしこまりました。今朝の献立から考えますと、ほうじ茶などがよろしいかと。
なんだよ、携帯ぐらいはいいんだろ。今だってニュースサイトをチェックしただけで。別に怒ってはいません。すぐにしまってくれましたし、朝のニュースぐらいは知っておくのはいいことですから。ただ兄さんがそういうものを使いこなす姿というのがイメージに合わなかったので驚いただけです。お前の中でどんなイメージなんだよ俺は。とはいえ俺も使いこなしてはいないよ。今朝は気になることがあっただけで、普段はあまり使わないし。話したいことや知りたいことがあったら本人と直接話した方がいい。そうなんですか。そりゃあ時間の許す限りは。一行や二行の言葉のやり取りでわかるのは一行二行分のことだけだし、連絡事項としては便利だけど、会話をするなら会って話した方が断然いい。一部分しか表せないシステムなのに、その一部分を見た人間はそれが相手の全部分だと錯覚するということですね。例えば発信者はつま先しか見せていないのに、その爪が猫のものだっただけで全身まで猫だと決めつけるような。私もその意見には賛成です。文字だけならいくらでも嘘をつけるのが人間ですし。まあそこまでは言ってないけど、簡素な人間関係もそれはそれで便利だと思うよ。知り合う人全部に全身全霊で向き合ってたら体力が持たないし、いろんなところに行けるようになって、いろんな人と知り合えるようになった以上、人間関係も最適化させないと潰れちまうってのは友人からの受け売りだけど。そう、安心したわ。兄さんにも心を許せるご友人がいたんですね。機会があれば私にも紹介してもらおうかしら。もちろん遠野家の長男におかしな遊びを教えていないかどうか、じっくりと詰問させていただくのを前提で。お先に失礼しますね、兄さん。私は夕方まで帰れませんが、兄さんのご予定は？え？いや、特に何もないよ。学校に行って終わったら帰ってくるだけだ。ふん、そんなことなら午後の予定はキャンセルしておけばよかった。アキハ？いえ、何でもありません。それではごきげんよう。兄さんも遅刻などしないでくださいね。今の俺がしたいこと、そりゃ
シエル先輩のことは好きだけど。いや、違う。放っておけないのは吸血鬼のことだからだ。町から吸血鬼がいなくなれば、きっと。そうだ、俺がしたいことなんてそれしかないじゃないか。それはそれとして、ハルクエイドとのことは黙っているしかないんだよな。あれ、シエル先輩。よっ、おはようさん。時間ギリギリで登校とか、お前様ここ一番でついてないね。今朝はシエル先輩が遊びに来てくれたってのに。ああ、それは見ればわかるけど。先輩、なんか様子がおかしくない？あ？おかしいところなんてねっての。いつもキュートなシエル先輩舐めてんの？今だって俺とトーノの昔話で盛り上がって。あれ？先輩めちゃくちゃ不機嫌だぞ。さっきまであんなに笑顔だったのに。いや、俺は何もしてない。お前こそなんか失礼なこと言ったんじゃないのか。おはよう先輩。俺の席にいるってことは、今朝は俺に話でも？別に、遠野君になんて微塵も関心はありません。ただ、ちょっと気になったので様子を見に来ただけです。よく貧血で倒れるとのことなので。それ俺に用ですよね。見ようによってはそう言えないこともありません。まったく、朝から健康そうで結構ですね。とにかく私は乾くんと話しているのです。遠野くんに用はありませんから、教室の隅かロッカーの中にでも入って自己反省をしていてください。つまりあれだ、理由は分からんが、先輩は遠野を懲らしめたいと、つうか土下座レベルで反省させたいと。
いえ、そこまでの話じゃないんですけど。いや、そこまでの話と見た。こいつは人並みの情がないんでよく地雷踏むからな。よし、そういうことなら力になりましょう。とうの、しりとりしようぜ。なんでしりとり？正気かてめえ。どうしてしりとりなんでしょう。説明を求めます。いやー先輩、遠野の泣かせ方知ってる？遠野くんの泣かせ方知りませんが、興味が湧いてきました。ぜひ教えてください。もちろん。ただし遠野と仲直りするのが条件っす。遠野の弱みを教えるってことで手打ちにしてやってください。お前、それ言っていいの俺じゃないか普通。だってお前バラさねえじゃん。先輩朝から来てくれたのにお前は一向に来ないし、加えて何かしでかしたんならこれぐらいのリターンねえとな。いやでも大体面白い話じゃないだろそれ。遠野くんは黙っていてください。さあ乾くん、ハリアップ。こうなったら話を聞くまでテコでも動きません。それがですね、トーノ、しりとりすると泣くんですよ。試しに1分続けてみると分かりますよ。え？本当に？しりとりってあのしりとりですよね。言葉尻をつなげていく。そうそう、もうボロッボロ泣く。中学の頃、それを知らない女子どもがびっくりしてさ、なんか悲しい出来事でも思い出させちゃったのとか。むやみに大人気で俺は頭にきましたけどね。その繋がらない感じが嫌なんです。誰だってあるでしょう。理由はないけどダメなことって。食べ物の好き嫌いと同じです。本当に？はい、本当です。もうだからつまらないって言ったんだバカアリヒコ。見ろ、先輩だって呆れてるだろ。いえ、呆れてなんかいませんよ。逆に感動しました。そんな秘密、遠野くんにもあったんですね。大変失礼しました。個人的な理由で遠野くんを糾弾したかった私ですが、それも筋違いだと反省しました。二度と教室に私情は持ち込まず、楽しい学園生活を送ることをここに誓いましょう。時間ですね。それでは乾くん、遠野くん、縁があればまた放課後に。乾くんもあんまりサボっちゃダメですよ。
どうしました、遠野くん。気分が悪いんですか？
ああ。この国に来てから出費が増えて大変よね。安くていいものばかりなんだもの。お買い物もつい弾んじゃうんじゃない？あ、そうそう、昨日潰した人の話したっけ。高級マンションに引きこもってたやつ。もうめっちゃくちゃいいお酒持ってたの。処分した人の持ち物には手を出しちゃいけない決まりだけど、一本ぐらい拝借してもよかったかな。そもそもあいつら味覚ないんでしょ。なんでワインなんてコレクションしてたのかしら。生前からの習慣でしょう。人化した人間は人間以上の体を得たにもかかわらず、人間だった頃の趣味に執着します。肉体が変化したことへの反動として人間的だった自己にすがりつくんです。あ、それちょっとわかるかも。先生も若い頃の洋服大事にとってあるし、もう着れないのに捨てられないのよね。だって一度も着れなかったし、お姫様みたいなドレスでね、着こなすには勇気が必要だったの。そんな勇気が出る前に大人になっちゃったけど。ノエル先生。ああ、そういう意味じゃないってば。ただの思い出話よ。でもなるほどね。本国の首都に宗教家が多いのはそういうわけだったんだ。この国の吸血鬼たちが物欲に走りがちなのも納得。あれ？でも日本人って仏様にお祈りするんでしょ？シエルさん、確かお母さんが日本人だったわよね。こっちに親戚とかいないの？それは今関係のない話です。それより静かに、彼が起きてしまいます。疲れているようですし、昼食まで睡眠を取らせるべきでしょう。どうかしら。四季君、もう目覚めないと思うけど。脈拍は平常時の半分、体温は30度あるかないか。意識レベルも睡眠というより昏睡じゃない？これで目が覚めるならそれこそおかしいんじゃないかしら、シエルさん。それは、そうでしょうけど。そうなんだってば。なんかシエルさんにしては歯切れが悪いのよね。これじゃいつもと立場が逆じゃない？悪い冗談みたい。鬼のかく乱っていうのかな。もしかしてお風邪？人のねぐらの調査、先生だけで行こっか？それこそ冗談です。風邪をひくなんて、そんな人間らしいことがあるはずがないでしょう。体に異常はありません。調査は私だけで行えます。先輩、俺目が覚めてますよ。シキ君、本当に大丈夫なの？見た感じ、生きてるだけで精一杯って感じだけど。お家の人呼ぶ？ノエル先生、お家の人を呼ぶってお葬式の準備をするみたいなニュアンスで言いませんでした？で、バレちゃった？うん、冗談がわかるぐらいには覚醒できてるみたいね。どれどれ体温はっと。あらま、35度まで回復してる。もしかして本当にただの貧血だった？そうですよ、これぐらいの貧血には慣れてます。もう少し横になっていれば持ち直しますから、その聴診器は引っ込めてください。心音とか聞かなくていいですから。掛け布団も剥がさないでください。ちぇ、お胸の診察はまた今度か。残念だけど、
このレベルの貧血が日常というとんでも発言に免じて自重してあげます。これでも先生だものね。私、生徒の健康には気を使わなくっちゃ。でも四季君が無事で安心したわ。地下で助けられたこともあるし、ここで死なれたら悲しいものね。そうよね、シエルさん。そうですね。たとえ自業自得だとしても、私たちの前で死なれるのは困ります。今のように話を盗み聞かれるのも面白くありませんが。すみません、すぐ倒れる貧弱な体質で、先輩ほど頑丈じゃないんです。私の体の話はしていません。とにかくしばらくおとなしくしているように。町はまだ危険な状態です。勝手に出歩いて勝手に襲われる人を助けるほど私たちも暇ではありませんから。あら、四季君なら死者ぐらいは帰り討ちにできるんじゃない？というか先生ひらめいちゃったねえ。シエルさん、死者探しの仕事、四季君に協力してもらうのはどう？私たちもう無関係な他人じゃないんだし。ありえません。人手は足りています。馬鹿げた発言は控えるように、代行者ノエル。私はここで失礼します。ノエル先生は自分の職務に専念してください。トーノ君は二度と吸血鬼に関わらない。これは警告です。破った者には私から相応の処置があると覚悟するように。怒られちゃった。やっぱり本音出すと怖いわね、あの子。ま、そうでなくちゃ私もやってらんないんだけど。あら、四季君もう授業に戻るの？放課後まで休んでいくと思ったのに。そうしたいところですけど、体が動くなら授業に出ますよ。いつ倒れるかわからないんだし、あんまり休めません。ふーん、可愛い顔なのに真面目なんだ。ますますキュンときちゃうかも。先生ね、無理してるくせに平気そうにしている人って昔からタイプなんだ。あ、もちろん男の人限定で、女の場合はまた別の話だから。じゃあ善良な学生生活しっかりね。先生はもうちょっと休んでいくから。ちょっと風邪気味みたいなのよね。食欲もないし、やる気も出ないし、夏バテみたいなものかしら。あの、俺が言えることじゃないけど、教師がそんな簡単に休んでいいんですか？ほんと、君が言えることじゃないわね。大人だってサボりたい時があるのよ。いいじゃない、自習の一つや二つ。
私サンタクロースみたいなもんだし。ちょっと早いけど、子供たちにプレゼントをあげましょう。あれ、先輩？それにアルクエイドとの約束もあるし、吸血鬼のねぐらを事前に見つけられるならあいつだって喜ぶだろう。いや、間違いはないんだけど。結局、駅まで来たけど。急ぎすぎて途中で追い越しちゃったかな。 いえ、こういう場合は追い越しちゃったではなく待ち伏せされちゃったと言うんですよ、遠野くん。に先輩、いつの間にこんな近くに。さっきまであんなに離れてましたよね。あんなにとは大げさかつ曖昧ですね。距離にして19メートル弱、ベースボールでいうところのピッチャーからキャッチャーまで離れていったと正しく言ってほしいところです。
こんにちは先輩。こんな時間に外で会うなんて奇遇だね。ええ、奇遇ですね。私はこれから電車に乗って隣町まで行くんですが、遠野くんは早退して帰宅ですか？いえ、帰るのは後です。俺も先輩と同じ電車に乗りますから。ほうほう、五次元目はボイコットですか？サボります。今は授業より先輩がどこに行こうとしているのかが知りたいです。そうですか。保健室で私が言ったことを覚えていますか？これが最後です。私の行き先はあなたの想像通り、吸血鬼の調査です。危険ばかりで楽しいことなんてありません。おとなしく学校に戻って。嫌です、そんなの。俺、吸血鬼に関わるなとは言われたけど、先輩に関わるなとは言われてませんから。私に関わるということは吸血鬼に関わるということです。今のは詭弁に過ぎません。それはずるい。学校の先輩であるシエル先輩と教会のシエル先輩は別枠でしょう。そうじゃなかったら先輩は俺の教室に来てないでしょう。だって教室に吸血鬼はいないんだし。それはそうですが、俺は学校の先輩の手伝いがしたいだけです。下心で動いているんです。なのにそれが吸血鬼退治なんて話になってるんで、ほんと迷惑してるだけです。先輩がもっと普通の悩みとか持っていてくれたら、こんな苦労はしていません。確かに学校の私と代行者の私は違う立場と考えるべきでしたね。一緒にしてしまったら明日から学校には行けなくなります。まったく。これだから遠野くんは怖いです。窮地になると急所をついてくるんですから。一緒に行っていいってことですか、先輩？はい。遠野くんに見つかってしまった私の落ち度ということで、今日だけは特別です。ついてくるだけなら多めに見ます。無鉄砲な後輩に吸血鬼のねぐらがどんなものか知ってもらうのもマイナスではありませんし。先輩。ただし、その前に反省してもらわなければいけません。あなたがどれほどどしがたい失敗をしたのか分かっていますか？え、失敗ですか？先ほどの尾行、あれはひどいです。足音も気配もダダ漏れで、見つけてくださいと言っているようなものでした。私だったからよかったものの、ノエル先生や死者相手にあんなことをしたら、翌朝には路地裏で目を覚ますことになりますから、今後は注意するように。
でも、そうですね。次からは善処します。先輩、ここは？使徒のねぐらですよ。いえ、でしたと言うべきですね。以前に処理した使徒から手に入れた情報でしたが、完全に放棄されているようです。念のため中に入って汚染状況を確認します。吸血鬼の汚れは微弱に残っていますが、今は何の害もありませんね。この規模の病院ですから、廃墟になる前は大きな拠点だったとは思いますが。あの地下墓地みたいなですか？ええ。病院は使徒にとって利用しやすく、また価値のある施設です。個人資産によるものならなおさらですね。先輩、ちょっと話をしていいですか？もう、いいですよ。それぐらいは覚悟していましたから。邪魔をしない程度なら、どうぞ。じゃあ遠慮なく。吸血鬼は2種類いて、先輩たちがやっつけてるのは使徒の方ですよね。先輩たちが追っていた使徒、この町に居ついた使徒はどんなやつだったんですか？詳しくは話せませんが、典型的な使徒ですよ。少しずつ町に浸透していき、勢力を伸ばしていくタイプです。ブローブ・アルハンギリほど直接的な脅威ではありません。そうですか。あの、そいつの名前は？ロア、ミハイル・ロア・バルダムよ。人間だった頃は
教会の司祭だったと聞いています。例えばの話ですけど、ある日自分が突然ホラー映画の主役になっていて、何の説明もなく悪役だと知らされて、開始1分から散々暴れて登場人物たちをみんな殺してしまったとします。1時間半、もうノンストップで、殺害人数は4桁を軽くオーバーです。ちょ、この状況でホラー映画の話とか、もどかしっこはなしですよ先輩。例え話ですから最後まで聞いてください。遠野くんはたまたま気まぐれで映画館に寄ってその映画を見たとします。誰かが主役のそのホラー映画を見終わって、ふと横の席を見ると、そこには悪役だった誰かが座っていました。映画のエンドロールから抜け出してきたばかりの血まみれの誰かが、彼は言います。はじめまして、誰かさん、映画の世界からやってきたものです。ああ、でも安心して、怖がらないで。私は台本通りに殺人鬼を演じただけ。それがまさか終わった後に映画から追い出されるとは思ってもいなかった。あなたは彼をどう思いますか？脚本通りなら仕方がないと歓迎するか、フィクションであろうと悪役は悪役だと糾弾するか、それとも映画の中に戻れと非難するか。この場合どれが人間として正しいのでしょう？あの先輩、なんてちょっとした退屈しのぎでした。突然遠野くんに意地悪したくなったのです。昨夜そういう内容のホラー映画を借りてしまって、あんまりにも真に迫っていたので、遠野くんにもホラーを分けてあげようかなと。そうですか。突然意地が悪くなったことはどうかと思いますけど、その映画自体は面白そうですね。二重構造でよくできています。タイトルを教えてくれれば俺も借りてみますよ。ええ、この事件が片付いたらぜひ。おっと、この部屋で最後ですね。残念。いえ、幸いなことに使徒の痕跡はなし。今回は完全に外れでした。
そっか。なら戻りましょう、先輩。さすがに疲れました。昼間とはいえ、廃病院っていうのも気持ちが悪いし。おや、あの地下広場でも音を上げなかった遠野くんらしくありませんね。あのですね、あそこまでぶっ飛んでるともう驚きしかないんです。一方、廃病院は立派な都市階段ですから、短すぎてこっちの方が怖いです。なるほど、そういうことなら夜についてきてもらえばよかったですね。遠野くんの怖がる顔見るチャンスだったのに。ふむ。空腹ですか、遠野くん。恥ずかしながら、購買部に行く途中で先輩を見かけたから昼抜きなんです。ご飯食べていきます？ちょうどこの辺りにいいお店があるんですよ。あ、え、いえ、あまりお腹は減ってませんから。まあまあ、そう言わずに。一食ぐらいでしたらおごっちゃいますから。先輩らしく手伝ってくれた後輩へのお礼をさせてください。すみません、実はお腹が減って倒れそうでした。お願いですから、その素敵なお店に連れて行ってください。素直な返事で大変結構です。それでは可愛い後輩のため張り切って一肌脱ぎましょう。おっと、残念、ランチタイムは終わってしまいましたか。スパイシーチキンはつきませんね。はい、どうぞ遠野くん。
レーセット無料券です。どうぞ好きなセットを頼んでください。私のおすすめはバターチキンカレーです。辛ければいいというものでもありませんし、遠野くんは初心者ですし。だよね、そういうことだよね。先輩、飲み物だけでいいんですか？もっとこう、ほら。いえ、私はお昼はちゃんといただきましたので。夕食前だし、今食べてしまうと1日4食になっちゃいます。先輩、ちょっと食べます？はい、ちょっとだけなら。うわ、スプーンじゃなくて小皿に分けるという意味だったんですが。え、ごめんなさい、ついつられちゃって。失礼しました。小皿に分けるなんて全くの想定外だったので。先輩の中でどんだけ心が狭いんですか、俺は。はい、どうぞ。何も一枚食べてください。遠慮しないで食べてください。もともと先輩の日々の努力の成果なんですから。感触については考えない方向で。はあ、そういうことではないのですが。だから聞かせてください。どうして遠野くんはこの事件に関わるんですか？あんな目に遭ったのに怖くないんですか？それとも使徒を殺せる異能があるから怖くないとか。いえ、怖いですよ。銃を持てば戦争は怖くなくなるなんて話は聞いたこともないし、自分にどんな武器があっても怖いものは怖いです。逃げられるものなら逃げてしまいたい。
本当は逃げたいんですね。でも、ならどうして？どうしてって、そんなの。そんなの決まってます。先輩が頑張っているからです。私が頑張っているからですか？はい。人知れず戦ってくれている人がいるんだから、こっちだって簡単には逃げ出せません。というか、そもそも。そもそも、先輩がブローブを倒してくれなかったら、みんな死んでいたんだし。俺がやってることは単に先輩への恩返しみたいなものです。ああ、でも先輩の足手まといになってるのは変わりませんね。相手はもう死んでいる。相入れない敵だって分かっているのに割り切れない。怖い怖い言ってられませんね。先輩の役に立ちたいんならもっと強い心を持たないと。いえ、それを直すなんてとんでもない。それは良くない勘違いです。先輩、失礼しました。でもそこはぜひそのままで。弱くても私はそんな遠野くんがいいです。いちいち迷ってしまう人だから私も守りたいと思うんです。そうだ、先輩はすごく強いけど、格闘技とかやってるんですか？ほら、武器もいっぱい持ってたし。格闘技とは言えませんが、基本的なサバイバル技術は教え込まれました。あとは対吸血鬼専門の対処法をいくつか習得したぐらいです。黒剣も結界も秘跡もそれなりに使えると思います。そうなんだ。俺は見ることしかできないけど、先輩はやっぱりいろいろできるんだね。見るだけですか？
私もまだ詳しい説明を聞いてはいませんでした。遠野くんはブローブの腕を切断していましたが、あれはどういったものなんでしょう。どういったものって、直視の魔眼、死の概念を捉える魔眼なんて。そんなに珍しいんですかこれ。先輩の方が何倍もすごかったけど。珍しいとか強いとかそういった次元の話ではありません。これは魔術と魔法の関係に近いです。私の黒剣や武装は言ってしまえば確かに超常のものではあるが、今の技術でも到達できる物理現象です。戦闘機や空母を個人で保有できる人物と相対差はありません。一方あなたの魔眼はどうあっても今の技術では到達できない現象です。死に向かうのではなく死を形にするなんて、それこそ人の手に余ります。厳密に言えば人間はまだ死を知らない、まだ誰も見ていないものをあなたは見ているようなものです。あの、人間は誰だって死にます。みんな生きているうちは経験こそしないけど、死はやってくるんじゃないんですか。それは生命活動の停止に過ぎません。人間という装置が活動できなくなっただけの結果を私たちは死と呼んでいるだけです。人間が死んでも失われるものは何もありません。ミクロの視点で見れば素粒子は失われていませんし、マクロの視点で見ても個人が死んだところで星に損失はありませんから。でもあなたの目が見ているものは違います。家庭を飛ばして物事を終わらせるのなら、それはエネルギー保存則に頼らない究極の意味での死です。ある司祭からの受け売りですが、死とはこの宇宙に未だないもの。あると想定することで多くの事象を説明できるけれど、実在してはいけないものとされています。ごめんなさい、全然わかりません。もう少しレベルを下げて教えてください。つまり空想上のものです。ファンタジーですね。ありきたりのものどころかどこにもないものってことです。まあレアケースなのは確かですが、神話にはそういった魔眼の伝承があるので、過去に何人かのホルダーはいたんでしょうけど、でもその目ならブローブを切断したのもうなずけますね。てっきりあのナイフが特別なものだと勘違いしていました。それでその目は遺伝ですか。遠野くんのお父様もそういった目を持っていたとか。いえ違いますよ。親父は普通というか、うちにこんな目を持ったやつはいません。異常なのは俺だけです。子供の頃事故に遭ったって言いましたよね。その後遺症なんですこれ。後遺症？生まれついてのものではないということですか。はい、線が見えるようになったのは7年前からですし。私勘違いをしていたっぽいです。調べ物ができたので今日はこれで。大切なことを言い忘れてました。遠野くん、ちょっと立ってください。ん？
私はこれで帰りますが、くれぐれも夜は出歩かないように。その目があるからって一人で吸血鬼を探したりしちゃダメですからね。遠野くん。あ、いや、うん、わかった。わかりました。一人で吸血鬼探しなんてしない。よかった。約束ですよ。あ、待って先輩。その、今ので一つ気になることを思い出しちゃって。吸血鬼って不死身なんですよね。なら風邪とかも引きませんか？ありえませんね。呪いならともかく、人間でいう風邪を引くなんてナンセンスです。死者に免疫機能はありませんから。だよな。なら神祖ってやつも同じ？神祖に至ってはありえないというより、あってはならないです。彼らの免疫機能を活発化させるウイルスなんて、下手したら人類絶滅クラスです。ところで、なんでそんな話を？ああ、いや、なんでもないのです。それじゃあ先輩、また明日学校で。また明日。はい。また明日ですね。それではごきげんよう、遠野くん。あらかじめ言っておくと、俺は嘘は言っていない。吸血鬼探しはしているが、一人ではないのである。ん？何か言った？シキ。いや、別に。アルクエイドには関係のないことだ。気にしないでくれ。よし、吸血鬼探しを始めよう。今夜はどこに行くんだ？今夜は特に当たりをつけている場所はないわ。街を歩いて死者を見つけるぐらい。あなたの目なら生きている人間と死んでいる人間、一目で判別がつくから。ちょっときついだろうけど、できる？シキ。もちろん。協力するってそういうことだろ。ええ、頼りにしてるわ、パートナーさん。ああ、でも本当に辛くなったらすぐに休んでね。あなたの目は特別だから、大切に扱わないと。
今夜は完全に無駄漏れだったな。緊張して損した。そうね。でも私は楽しかったわ。四季は相変わらず文句ばっかりだったけど、無駄なことがこんなに面白いなんて知らなかった。その点は空気を読んだ人たちに感謝ね。お礼に出会った時は容赦なく粉々にしてあげる。元気なことはいいことだけど。アルクエド、元気そうだけど体の調子はどうなんだ。お前昨日くしゃみしていただろ。風邪とかひいてないか。風邪？免疫機能の低下による発熱のこと？そんなのひいてないよ。ねえ、どうしてそんなことを聞くの？もしかして私のことを心配してくれてる？別にそんなんじゃない。俺がやっちまった傷がちゃんと治ってるのか気になっただけだ。四季につけられた傷はそう簡単には感知しないわ。昨日のはそれとは別、多分身体機能を変えていたからじゃない。戦う時以外はあなたに合わせて人間寄りにしているから。人間寄りってなんで？さあ、なんででしょう。ま、風邪のはずがないんだよな。吸血鬼は風邪をひかないって先輩も言ってたし。先輩ってあの女のこと？え？なんだよいきなり。あの女って誰さ？とぼけないで。あの女はあの女よ。ブローブと戦っていたあいつ。やっぱり昼間はあいつにまとわりつかれてるのね。いや、そんなことは。
まあ吸血鬼のことを教えてくれたのは先輩だけど、いいじゃないか。先輩もお前もやってることは同じなんだから。ロアは倒したんだし、もう敵対する理由はないんだろう。理由はなくても相入れないの、私たちは。いい？神祖であろうと使徒であろうと、吸血鬼にとって代行者は敵なの。前にも話したでしょ、あいつらがどれだけ陰湿な奴らかって。もう忘れちゃったの？四季のバカ。覚えてる、ちゃんと覚えてます。確か吸血鬼の天敵だろ。夜の巡回だってもともとは先輩の仕事なんだろうし。となるとお前はなんだ、吸血鬼界の裏切り者か。それを言うなら私は吸血鬼にとっての天罰よ。まあいいわ、代行者なんて虫みたいなものだし、連中がどんなに出てきても関係ない。でもあいつだけは別。それであなたはどうなの、シキ。え？あいつをどう思っているのかってこと。私、シキのことは何だっていいんだけど、あいつだけはダメ。あなたの気持ちがあいつに向くだけで許せない。許せないってなんだよ。先輩は俺の学校の先輩だ。いつも世話になってるし、ブローブの時だって助けてくれた。アルクエイドだって先輩と一度話せば仲良く。絶対にならない。私はあいつが嫌いだし、あいつも私を殺したがってるし、シキは騙されているだけよ。埋葬機関の人間はみんな好戦的で、隙あらば襲いかかってくるんだから。大体あなたは初めからあいつの正体を知っていたの？どうせいつも通り一般人のふりをしてあなたをからかっていたんじゃない？シキ、あなた、あの女と私、どっちの味方？そんなことは絶対にないと思うけど、あの女に関わるのはやめて。万が一にも仲良くなんてなってたら殺すから。アルクエイド。
俺はあの人に命を救われた。私だって何度も救ってるけど。この町を守ってくれた。私だってめっちゃ守ってますけど。私だってお昼ご飯ぐらいおごれますけど。だあ、ちょっと黙ってくれませんかね。って、なんでランチのことわかるんだよ。ついに俺の考えまで読むようになったのか。だって今一緒にカレーショップがどうとかつぶやいてたから。うん、何よ、はっきりしない式が悪いんじゃない。そんないかにもかっこいい独り言でごまかされないからね。私かっこいい独り言ってなんだバカ。お前が邪魔しなけりゃ今頃はっきり答えてたよ。へえ、なら言えば聞いてあげる。まったく。いいか、先輩は大切な人だ。あの人がいなかったら俺はここにいなかった。だけど尊敬と好き嫌いは別の話だ。敵味方の話をするなら俺はお前の方が何倍も放っておけない。どうした？何があった？うん、あいつのことは許せないけど、今の言葉だけで多めに見てあげましょう。気持ちが弾けそうだから私帰るね。ちょ、帰るっていきなりか。というか、明日もここで待ち合わせでいいんだな。もちろん。四季の言う通り、明日はもっともっと何倍も綺麗になって待ってるね。いや、何倍もってそういう意味じゃ。じゃない、俺も帰らないと。
え？何？あれ？みんな反応悪いんじゃない？ここは蜘蛛の子みたいに逃げ回るところでしょ？14人もいるから広い場所にしてあげたのに。これじゃあちょっと拍子抜けかな。おっと。今一匹潰れたからあと13匹よね。弦が悪いからもう一匹潰しておこうか。いい子ちゃんばかりなのに、こういう時の反応はどこの国でも一緒なのね。真夜中の台所に集まったネズミみたい。電気がついた途端我先にと逃げ出すんだけど、ほらかわいそう。こんな風にネズミ捕りに捕まってあっさり踏み潰されちゃうの。注目！これからお姉さんが害獣駆除をするわけだけど、変な勘違いされるとイラッとくるので、あらかじめ説明しておきますね。まずはこの大部屋、結界を張ったのであなたたちは絶対に逃げられません。窓から出ると溶けるから注意してね。次に私、何があろうと一匹も見逃さないので、私に命乞いをしても意味はありません。最後にあなたたち、助けを呼ぶ自由だけはあるので、助かりたかったら私にではなく神様にお祈りしてください。本当に神様がいてあなたたちにそれだけの価値があるのなら、奇跡が起きて逃げられるよう世界は作られているはずです。用意しただろう。なんで逆に殺されるんだよ。やめて、やめて、頭はやめて、足もやめてよ。なんでこんなに痛いの。
嘘ですよね先生。助けてくれるって、僕だけは助けてくれるって言ったじゃないですか。いい子にしていれば見逃してくれるって。ドア開けなさいよ、殺されるじゃない。うわー、もうクズが、もたもたしてんじゃねえよ。あんな女外にさえ出れば簡単に。うわー、ええええ無理無理です。ドアに触ると指が溶けて、いやー、肘まで崩れちゃう。私溶けちゃってます。やめて、助けて、神様、助けて。ひでえ、祈ってたのに、ちゃんと神様に手を合わせて祈ってたじゃねえか。この人殺し、てめえのどこがシスターだ。君、今妙なこと口走らなかった？人殺し？人殺しって何？あんたたちみたいな害獣を殺すことが人殺し？今まで散々人間を食い物にしてきたくせに、自分のことを人間と思ってたの？やめて、それはずい。ごめんなさい、謝りますから。失敗。あんまりにも面白いこと言われたから趣味に走っちゃった。安心してみんな、今ので満足しちゃったし、あなたたちは適当で済ませるから。手抜き作業でごめんなさいね。やだ、お願い、殺さないでください、神様。お願いします、何でもします、何でもします。なんか私だけ帰る、今度こそちゃんとお家に帰るから、助けてよお母さん。お母さん、私はまだ誰も食べてない。昨日こいつらに襲われてまだ吸血鬼にもなってないのに、まだ一つもいい目に遭ってないのに、こんなのってな。
な。なんで、俺たちだったんだ。はい？俺たちはただの増票だ。放っておいても、あと数日で餓死していた底辺の怪物だった。あんたみたいな掃除屋が、わざわざ手を出す必要のないクズだ。なのに、どうして、こんな…助けてやるなんて希望を持たせて殺しやがった。一人一人丁寧に散々怖がらせてさ、対抗者ってのはもっと効率的で、小物だけを狙うんじゃなかったのか。それでもお前は人間かよ。あのね、弱い者が弱い者を襲うのは当たり前のことじゃないの。は？自分より強い相手なんかと戦うわけがないでしょ。私は弱いから、自分より弱い奴にしか手を出さない。これ、人間社会じゃなくて、生き物の一般常識よ。じゃあ、お前が俺たちを集めたのは、吸血鬼だからじゃなく。そう。都合よくストレスをぶつけられる相手が欲しかっただけよ。そんなの見て分かりなさいよ。ああ、最悪。あなたたちって脳まで腐ってるのね。もしかしてクリームでも詰まってる？詰まってたのよね。そんな甘ったるい考えだから、神様は助けてくれなかったのよ。雑魚どもをまとめて処理か。さすが下っ端、ドブさらいだけは慣れてるじゃねえか。あんだけの殺しをやっておいて何ぶるってやがる。落ち着けよメス豚。てめえにとっちゃ神に等しい上司様だっつの。マリオ司祭代行。これは正当な討伐です。ドアをいぶり出すには、まず血液を集める兵隊を根絶する必要が。知ってるよ。いちいち弁明すんな。初めっから見てたからな。スコアを報告しなくてもいい。だがまあ、ちょいとやりすぎだな。使徒どもに懺悔の機会なんぞを与えやがったのは見なかったことにする。代行者の殺し方はそれぞれだからな。問題は死体の数だ。中にはまだなりきれてない犠牲者もいたように見えたがね。いいえ、あれは吸血鬼より始末が悪いものです。あの少女は人間であるにもかかわらず、自分から奴らに協力して犠牲者を増やしていましたから、当然の末路です。はあ、
チキンなてめえにしちゃ冷徹な判断だ。吸血鬼に関わった人間は皆殺しってわけか。そいつは頼もしい。何の御用でしょうか、司祭代行。定期連絡はしていますし、私の単独行動は許可されているのではないのですか。ああ、非正規会と埋葬機関は別管轄だ。てめえがシエルの相棒である以上、俺たちは対等だった。だったとは、どういうことでしょうか。代行者シエルは、てめえとのコンビを解くとよ。できうる限り早くてめえを引き取れなんて言ってきやがった。なんで、近いうちにてめえは俺の預かりだが、スクワも悪い。精神も不安定な不良物件を使うほど間抜けじゃねえ。この一件が終わり次第、てめえは修道院送りだ。今のうちに身辺整理をしておけよ。私は常に最善を尽くしています。代行者として何の問題もありません。さももなく修道院送りなんて、そんな横暴は許されないはずです。ああ、てめえみたいな凡人の最善なんて知らねえよ。いいか、ここは通勤時間のある事務職じゃねえ。殺し合いの最前線だ。無能な奴も無能じゃないだけの凡人も等しく足手まといなんだよ。有能な奴にしか居場所のない世界だっていい加減諦めとけ。夢見る年々じゃあるまいし、今年で何歳だよてめえは。ですが、代行者シエルだけには任せておけません。彼女の行動は不審極まります。ロア探索の手を止めているばかりか、私を切り捨てて一人になることに危ういものを感じます。司祭代行も彼女の経歴はご存知でしょう。彼女はキャンズです。なら今拘束すべきは私ではなく、あの女が吸血鬼もどきってことだろう。嫌って言うほど知ってるから安心しろ。いいんだよ、あの女はあれで。単独で動こうが、上の意向に逆らおうが関係ねえ。何があろうと、あいつはロアを殺す。そういう風にしか動けない女だからな。いいからてめえは荷物をまとめて待機してやがれ。二日もあれば辞令が届くからな。くだらねえ手間を増やさせるんじゃねえぞ。三下は何も考えず黙ってギーギー回ってればいいんだよ。
何よあの楽器、何なのよ言いたい放題。子供のくせに大人を舐めるんじゃないっての。怪物じゃあるまいし、こんなでっかい自分の力だけで振り回せるはずないのに。早く吸血鬼を殺さないと。私がダメになる前にロアを探し出して殺さないといけないのに。あと2日、あと2日しかないの。でも子にしてたもの、きっと助けてもらえる。私は何も悪いことなんかしてない。だからそうよノエル、私は代行者になった。このために強くなった。あんなガキにもあんな女にも思い通りになんかさせるもんか。あれ、何か考え事があった気がするんだけど。
なんだけど、もうどうなってるんだ。
素晴らしい。この肉体は過去最高の才能だ。